さあ、今日もね、対局やっていきたいと思いますけど、ゴールデンウィーク開けちゃいましたね。対局開始。頑張っていきましょうよ。さあ、3級の方ですね。うん。さあ、今日は何が来るかね。まあ、角道取れちゃいますか。うん。まあ、相振り飛車でもいいですよ、僕は。三間飛車。向かい飛車でしょうね、多分ね。あ、違うか。なんか、どういう感じなんでしょう。これは振り飛車ではない感じですか？うん、振り飛車じゃないですね。ありがたいな。うん、こういう角の出方ってどうなんでしょうね。この角で何なんだろうな。まあ、いっか。よくわかんないね。桂馬跳ねるんだ。なんか、狙ってんすかね。ちょっとなんか嫌なんで、一回美濃囲いの形だけ作っときましょうか。片美濃囲い。さあ。どういう、美濃囲い。感じできますかね。真ん中ぐいぐい来ちゃうのかな。受ける前に上がってきますか。銀上がられるとね、受けられちゃうんで。さあ、一歩もらってきますよと。うん。形的には一回足ついてきますか。なるほどね。これは、飛車先をついてくる感じですかね。逆襲しようってことか。まあ嫌だね。これは嫌だね。正直。これは嫌なんだが、桂馬を迂闊に跳ねると超危険なんで、見上がっといて、こっちも王様入っちゃいますか。じゃあ端だけ軽くしといて、うん、ついてくるよって感じですかね。さあ、どうですかね。結構嫌ですよね、こうやってね。まあ気分よく上がってるけど、ちょっとまずそうなので、これついてくんかな。どういう手ですかこれ。角入ったらどうなるんだろう。香車取れるんじゃないか。桂馬跳ねるの？銀下がるのかな。銀下がってきて、もう一回角引いて、ちょっと微妙なのかな。はい。はい？おお、そういうことね。もう一回引いて。7分。桂馬跳ね。ようわからん。どうだろう。これは、かわして、ふなって、
どんちゃっちゃって感じですか？ふなってくるのかな？ふなってきた同銀だから、そんなに痛くはないんだけど、結構攻撃的ですよね。これは普通に角切って、同銀でと金もできて、そうですよね、これで。どうしますかね。銀って。取る手もあるか。取る手もあるね。なってきて同金で。のも大きいか。銀打ちで飛車回ってきて、飛車回りもめんどくさいんで、まあ取っちゃいますか。ふなってくんですかね。ふなってくんのかな。さあどうですかね。形はかなりこっちの方がいいと思いますが、うん。5分。角もらうのもありだな。角をもらっとくのはありですかね。まあでも一回逃げとくか。逃げ得ですよね。さあどうしますかね。まあ、角が下がってきたりするのかな。手順でね、と金が攻めていけるので、これはこれで大きいかなって感じですけど。さあ、飛車打ち下ろしていきますか。角の道だけには気をつけましょうね、これね。うん。どうかな、一回香車拾っとくのもありだし、一回香車拾うか。そうですね。一回香車拾っときますかね。うん。飛車打ち下ろしてきましたか。どういう手が効きますかね。桂馬。強者。単純に強者効きそうだな。あるのかな、こんな手。わかんないですけど。さあ結構ね、角が逃げ道がないので、そうですね、まあどうだろうな。どこに、出ていくのがいいかな。まあ、これなんか桂馬打ちたくなりますよね。次がね、王手銀取りになるんで。
さあ。まあ、これはね、一回取っといて、どうしますかね。あ、でも、大手だから言ってもよかったかな。ちょっと今、ぬるかったから、いけましたかね。まあ、これで、どうかなというところですけど、そうだよね。さあ、これで、どっちだ？なんかこっちな気がすんな。同金でね。同金取って。これで、角打ちから2分30秒。すまない。橋は、そうだよね。橋つまないのか。つまないか。金打ったら上上がって。なんか詰みそうな気がするけど。2分。角取ってきて、王手して、これ詰んでますかね、これで。さあ、ちょっと贅沢な詰ませ方ですけど、1分30秒。はい。You win。はい、ということで、まあちょっと詰ませ方はもっと綺麗に詰ませ方あったかなと思うんですけど、まあそうですね。完勝と言っていいんじゃないでしょうか。はい。ゴールデンウィーク明けましたね。頑張っていきましょう。